こまでは入れんだよ。頑張れ。もう前だ。もう前だ。一度おしゃんだ。あれこれいった。ツーバーいってるよ。いいよ。オッケー。めちゃくちゃいい角度だったよ。Thank you。ナイス角度。No money, no money, no money。Oh。おナイスハイ。ショーヘイ。来た。$10! $10! Uh-oh. Uh-oh. Oh no. Yo! Come on! He's got it in him. Whoa! Hey! Oh, hey! Hey! What? What? Thank you. Thank you. Good job, man. Thank you. Thank you. Hey, thank you. やっぱり。ワンマフ変色ぐらいがメジャーリーガーの凄さですね。改めてだってもあれ5回好き3回バンバン入れてあの1番なんて余裕でボンボン入れてたからね。木のバットでいや感じますな今回凄さが。でも夢ねなんかもう夢の舞台でしたね。夢に立てるなんてねないですからね。いやもうオールスターゲームのちょっと前の時間帯にねやらせていただきましたけど最高ですわね。これちょっとこの後多分大谷選手のそれこそ打撃練習とかね今日あると思うんですけどちょっとそれを自分たちと比べながらねどんなもんなのか見てみましょう。ちょっとそれではい硬い。ガチガチ。うわ、これがハードですね。メジャーのマウンド。ハードね。ハード、うわ。ハードね。うわ、粘土だ。ガチガチ。粘土。どうよ。日本のブルペンと比べてどう？めちゃくちゃ硬いです。こういう爪でもなかなか入んないような硬さです。日本だと掘れちゃうかも。いや掘れはすぐ削れるんですけど、まあ、粘土を上からコーティングしてまた固めて水かけてってやってるんで。はい。来ました、大谷翔平選手。基本的にはこういう世界で戦ってるわけですよね。いやでもオールスターの大谷翔平選手が見れたっていうのはでかいですね。めちゃくちゃ興奮してたよね。みんなホームラン期待してるから、ね、松方がやっぱすごかったね。愛されてますね。